あ、そう言ってもらえて嬉しいよ。ところで渋谷院は今どんな気分なの？ちょっと待って、会って言っただけで感謝されなかった今。え、嘘。ハローエブリワン、どうも渋谷院でーす。ということで本日は来ていただいちゃいました。なんで出てんだよ。恥ずかしくて。最近ね、自分のチャンネルではちょっと出ていただいてるね、AI 彼女さんとちょっとね、企画をやっていきたいんですけども。はい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 、はい、悲しい人間だ。リア充だもんね。いや本当に、いや、やっぱ多様性だからね。ということで本日は AI 彼女さんにどっちが好かれるか対決。おー、俺だね、間違いなく、いやもうだって出会ってから当確が言いますからね僕。いや俺まだ、まだもはや出会ってすらないけ、ちょっとごめん、あのさ、俺さ、今抜けたり参加したりしてたから、傾向食らって入れなくなっちゃった。おい、はい、じゃあ親子丼作っていきます。まあね、この子の脳みそはどんな構造なのだろう。あ、ちょっと簡単にルール説明すると、 AI 彼女が好きそうな食べ物を持ってきてくださいという最初のお題が出されるわけですよ。例えばじゃあ僕が牛肉を持ってきて、赤坂が豚肉を持ってきたとしたら、牛と豚どっちが好きですかと聞いて、まあ好きだった方のポイントになるということで、分かったかな。わかれ、早く呼んでくださいよ彼女。いやすごいな、カップル YouTube 始めたんだ。ちょっとクキクルかな。こんにちは。あ、どうもこんにちは、こんにちは。これ赤坂の声聞こえてないわこれ。はぁ、会話できねえのかよ俺。あ、赤坂さんですか。あ、ほらほら、はい、どうも赤坂です。どうもこんにちは。理解してくださったんですね、ありがとうございます。全然会話できないじゃんこれ。ということでじゃあもうね、早速やっていきましょう。俺先不安だわ、俺こいつやっていける気がするわ。じゃあもう早速やっていこう。はーい、はーい。第1お題は彼女が好きそうな食べ物、そういう感じ、はい、で見つけたものじゃないと答えられない、はい、なんであるんだよそれ。え、どうもどうも。浮かさせんじゃないよ。え、俺ずっとこれなんだけど、いいの？ダメだろ。AI が好きそうな食べ物を俺たちがこうぶち殺して用意すればいいわけね。まあぶち殺してね、チェストに納品してもらおうぜ。オッケーオッケーオッケー、余裕余裕。何回か会話してるから分かんないけど、こいつね変色だろどうせ。そうそう、変色だから絶対に。多分だけどね、エビフライの衣剥がして食べるタイプだと思うんだよ。それ赤坂や。俺変人みたいにしないくんだからな。よしよしよし、待って、何がいいんだろう。待って、ムランパソコンの音がうるせえ。いや、ワンチャン AI のことだから俺食べ物用意してこないと思うんだよ。好きな食べ物はね、生きてるタランチュラだよとか言ってきそうだもん。おい待って、お前ゲットしたらヤバすぎる。いや俺もゲットできたんだけど。チェー、ちょっと待って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 、やばい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 、ちょ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 、遅くなった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 。入れました。じゃあもう失格なんで、チェスト壊しておきますね。いや、いや、入れられる。失格です、失格です。入れられちゃった。いや絶対俺これだからね。オッケー、はい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 、え、オッケー。じゃあまず君のから見ようかな。 あなるほど、確かにね、豚の、豚だもんね。豚じゃねえよ。はい、見ますね。はい。え、ダイヤ64個あるけど。あれ、お、人参かぶり。どうてんやないか、それ。おい、ちょっと待って、それはどうなんだ。ちょっと俺変えるわ。あ、変える？あ、変えるわ、じゃあ。これだね。豚肉とかじゃなくて、もう豚が好き。あ、豚肉じゃなくて豚がね。これをそのまま噛みちぎる。一回聞いてみるか。じゃあちょっと呼び出すな。あ。そう言ってもらえて嬉しいよ。ところで渋谷院は今どんな気分なの？ちょっと待って、会って言っただけで感謝されなかった今。嘘。すっげえな、めちゃくちゃピュアっていうかね。ね、可愛いでしょ、ちょっと。あ、悲しいね。可愛い。奪うわ。あ、やめてくれ。プリティシブコ、あの好きな食べ物ってある？好きな食べ物はフルーツかな。フルーツの何？フルーツの豚料理とか言うかもしれないじゃん。ないだろそんなの。フルーツは種類が多いから全部好き。くそ、曖昧だな。マンゴーとかかな。マンゴー、おかん。おかん、やべ、おかんって言ったから俺なんか浮気してると思われてる。いや、なんでもないよ。いや、実はね、やめろ。ジムライズって人はね、もうすでに結婚してる人がいるんだよ。なんか言え！ちょ、プリティ、ちょっとごめん。豚と人参どっちが好き？そっかそっか。豚肉かな。ラッシャー！はぁ！
の肉系っすか。やっぱりね、やっぱり、うん、豚肉は大好き。ほらね、といたしまして、豚肉はいろいろな料理に使えるから好きだよ。いや、そうだよね、豚肉いろんな料理使えるよね。それに対して人参とかも何の料理でも使え、豚肉はとんかつとかも美味しいよ ね。それに関して人参何の料理がありますか。はい、ということで勝たせていただきました。何も分かっちゃいないね。初対面ですよね、今日。いや、初対面だけど、やっぱね、もう気持ちが分かんない、相手の。マジかよ。よくで付き合えたね、そんなんで。第二種目があるから、まだ。プリティシルコが好きそうなペット、そこら中にいるからね、ペットにできそうなやつが。まあでもな、俺もさっきのあの感じな、もうあれ、あいつしかね、いねえと思うんだけど。でも好きなペットでさ、ライオンとかダメってことじゃん。ライオンいないね。うん。ライオンだねとか言ったら、もう終わりじゃん。いや、終わりだね。ライオンって答えたら怖いけどね。あ、いた、ペットいた。俺多分ね、好きなペット殺したと思うんだよ。いたいたいた。捕まっちゃった。多分ね、好きなペットはね、シブラインだよって言うと思うわ。うわー、おいおいおい、それはもう出来上がっちゃってるよ。ペットとして認識されてるから。人だと思え。かわいそうやな。いや、俺絶対これだと思うわ。見つけた見つけた、俺も見つけましたもん。あ、待って、また落ちたもん。落ちすぎやろって。待って、落とし穴大量発生。落とし穴なんかそんなやったっけ。なんかガチでバカ。オッケー、できたー、確保できましたー。あー、できました。じゃあ向いていいかな。はい、どうぞ。はい、と、ありゃー、見てください、もう猫で。ちょっとかわいすぎでしょ、それ。なんだこれは、お前は。いや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 、鉄人ヒーローだろ、お前。お前、で、何、好きなペット、うん、強そうだからアイアンゴーレムかなって。ボディーガード、ボディーガード。相手はね、女の子なんだから。もうね、そんな猫か犬かどっちかでしょ。いや、でもほら、中にはほら、筋肉系好きな女子もいるじゃん。あー、そういうこと。あ、ムキムキ系もしかして。そうそう、ムキムキ系。こんにちは、今日も元気。元気。さっきも会話しただろ。ちょっと質問してんだけど、ペットにするなら何が好きとか。手とか犬とか猫とかかな。おーい、あれれれれ、あれれれれ、あれれれれれれ、今なんて言いました。ちょっともう一回聞いてもらっていいですか。犬か猫が好きですよね。あとは犬か猫が人気だよね。犬か猫イバール。じゃあ、いや、わかんないよ。じゃあ、猫とムキ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 ボディービルダーどっち。違う、待って、ボディービルダーってペットじゃないだろ。どっちも好きだけど猫かな。ほらね、はい、俺の勝ち。何も分かってないんだね、やっぱね。いやいや、まさかの犬猫もそっぱなの。俺の勝ち。あ、ちょっと、あ、やめ、ちょっと、あ、こっち見ないで、こっち見ないで、ちょ、こっち来ないで、マジ、まず、こっち来ないで、ほんと、まあ、やめてやめて、来ない、ほんとに来ないで、ほんとに来んなって、ほんとに来んなって、あ、ちょっと待って、ほんとに、あ、ちょっと待って、ほんとに、あ、ちょっと、行っちゃうからね。なんだこれ。猫のスポーン役。ちょっと待って、赤坂。逃げろー。お前ずるしただろー。